リラクヤの花澤です。今日はこちら初めての自力整体で紹介されている足の冷えやむくみ、座骨神経痛、横脚、それから腰痛ですとか猫背といった不調を改善するかかとつけ正座と尊虚をご紹介します。かかとをつけた正座の仕方をご紹介します。まずかかと同士をぴったりとくっつけて、ふくらはぎや膝の方、ももまで全てをぴったりとくっつけた状態にして、まっすぐにこのお尻の座骨がかかとの上に乗るようにして座ります。横から行いますね。ぴったりと足先同士をかかとでくっつけて、で、まっすぐにお尻を乗せていきますね。かかとをぴったりくっつけて、座骨がかかとの上に乗るように座って、で、足先や膝が離れないようにピタッと内側をつけた状態で正座をしますね。膝や足首が痛くてこの姿勢が取れないという場合は無理をしないでください。浴槽の中で温めながらお風呂で行うと割と楽にできます。で、肩の力を抜いて少しお腹を伸ばすような、下っ腹を引き締めて中を伸ばすようにして、ここを引いて肩の力を抜いて、この体勢を保ちますね。しっかりと座ってる間は足の内側が全体的にちゃんとくっついているように、外に開かないようにしてください。で、これで背筋も伸びて、こうお腹も伸びて姿勢が良くなりますね。はい、この正座のバリエーションが2つありますので、もう、紹介していきます。1つ目は指先を立てて、立て板のような感じでこの浮かしたかかとにお尻を乗せるという正座ですね。で、お尻に体重をかけるようにするとより指先や足首の前面が刺激されます。ももや足が離れないようにグッと寄せる感じで姿勢をキープして、肩の力は抜いてお腹を伸ばして背中を伸ばしてという姿勢をとりますね。はい、正座バリエーション2つ目ですね。今度はかかとをくっつけて爪を床につけます。足の爪をみんな床につけるように少し折り曲げる形ですね。それで、はい、お尻を乗せます。横を向きますね。指を曲げて爪を床につけて、その上に、お尻を下ろすという形です。これは足首が硬かったりですとか足の指が冷えてこわばっているような方はとても痛いので無理をしないでください。ここでもやはり足の内側、足首、指先全てがピタッとくっつくようにして、でかかと同
腰もきちんとくっつけて、その上に座骨がまっすぐに乗るようにして、そして上体を立てるということが大事ですね。肩の力は抜いて、これが正座のバリエーション、西を含めたかかとつけ正座のやり方です。尊敬をやっていきますね。つま先立ちになって、でしゃがみます。肩幅ぐらいですかね。でこの状態で膝を閉じて、膝に手を当てて、でバウンド、お尻を上下しますね。で徐々に足を開いていきます。膝を開脚していって、でこれ以上開かないなっていうところまで持ってきたら、今度はまた徐々に閉じていきます。でぴったりくっついたなと思ったら、今度はまた徐々に開いていきます。この開いたり閉じたりの繰り返しですね。これで指先、足首、アキレス腱を刺激しつつ、このバランス感覚ですね、中心を崩れないようにキープすることで姿勢も良くなってきます。すごく足がだるくなりますが、これでむくみや冷えも、なくなってきますね。すっきりしてポカポカした足になってきます。1分程度続けてください。できる人は3分5分と長めに行うとより効果的ですね。お釣りはピザミン少しの高さで大丈夫なので、バウンドし続けてつま先立ちもキープしますね。そして少し顎を引いて、胸も張って行います。以上です。ありがとうございました。